にちは。山口県の住宅会社、株式会社岩波住宅販売士の吉浦です。空間デザイナーの中村です。今回ご紹介するお家は22畳の LDK と家事楽動線がかなったホームパーティーを楽しむお家です。物件詳細ですけれども、地面積が 248.86 平米、75.28 坪、床面積が1階が 70.75 平米、2階が35平米の計 105.75 平米、31.98 坪となっております。今回なんとお施主様にインタビュー形式という形で動画に出演していただきますので、まずはそちらをどうぞ。この度は弊社でお家をさせていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今度はインタビューにもお答えいただけるみたいで、今日はいろいろ質問させていただきましたのでよろしくお願いいたします。ぜひよろしくお願いします。お願いします。じゃあまずですね、家を建てようと思ったきっかけについて教えてください。まあめでたく子供も誕生しまして、まあ、今アパートに住んでるんですけど、ちょっと狭いなっていうのと、やっぱ大きくなってからそれがちょっと憧れというか、そういうので建ててみようかなと思って建てちゃいました。奥様いかがですか。今の家が狭いので、これを機に、なるほどなるほど、まあ、こんなに広かったらね、お子さんも遊ばせても大丈夫です。ですね、はい。次にですね、弊社岩波のことをどのようにしてお知りになりました。僕の働いてる職場での先輩がアイフルホームさんで家を建ててまして、まあ、その方にいろいろ聞いてとてもいいよということで一度お邪魔させていただいて、すぐ対応もよくいろいろ僕らの意見に沿って家を考えてくださったんで、もう即決で。ありがとうございます。じゃ次にですね、どんなお家を建てたいと思ってらっしゃいましたか。いろいろとした空間にいろんな人を呼んで楽しく生活を送りたいなと思って。おっしゃってましたね、お友達が来られて、はい、パーティーするって。で一緒子供もできたんで、まあ、ママ友とかそういうつながりも増えてくると思うんで、うんうん、はい、ありがとうございます。どうですかこれホームパーティー、子供たちなんてできそうですか。10人とかのレベルじゃないですか50人、60人もう嫌なのみんな集めてバッとやりたいぐらい、すごい開放的に広々とした空間なんで、まあ、よかったら皆さんぜひ遊びに僕も呼んでください実際お家が建ってみて、お二人のお気に入りの場所だったりとか、デザインとか、あと間取りとか、そういったようなのってございますか。あそこだけちょっと壁紙を変えてて、あそこにまあ特大なテレビを置いて、バンとすごい印象強いリビングにしたいなと思って、皆さん来てもらったら分かるんですけど、うわっていう迫力があるような感じに見えると思うので、まあ、そこが僕のお気に入りですね。壁紙もすごい良かったですね。そう、こだわりました、これ、うん、はい。私はもうキッチンです。すごい広くてお気に入りです。これまた色がいいですよね。本当です、この色カウンターがいいよね。あ、そうですね、カウンターをつけることでおしゃれというか、そうですね、あんまりないような感じだと思う、うん、あれも人が集まってもあっそれ食べたりですね、おしゃれみたいななるほど、ありがとうございます、はい。最後にですね、これからお家を建てられる方々に向けて何か一言がありました。お願いします。はい、今回僕アイグルホームさんで家を建てらしてもらって、土地探しから一から全てご丁寧にご説明させていただいて、土地も分かりやすく見つかったし、でも、まあ、こうしたいとか言ったらその通りにさせてくれて、で分からないことがあればすぐ対応してくれたり、そのまあ理想な家が作れると思うんで、どこのハウスメーカーにしようって迷ってるあなた、ぜひアイグルホームで。ありがとうございます今後とも家が建ってからやっぱりお付き合い始まるんで、はい、よろしくお願いいたします、はい、すいません本日はありがとうございました。という感じだったんですけれども、いや嬉しいですね。そうですね、まあ、なかなか弟子様に動画に出ていただく機会って少ないのでありがたいですね。それでは改めましてルームツアーの方をご案内いたします。まず外観からですけれども、外壁は日波のモエンエクセラード16を採用しております。
ベースはコルムストーン調のブラウン、そしてこちらの玄関前のアクセントはムスターストーン調のシェルホワイトというお色になります。ベースの濃いブラウンに石積みの雰囲気と自然の岩肌に似たこのアクセントがよく効いて風格がありますね。玄関ドアは味わいのある木目が特徴のラスティックオークというお色味になります。こちらの自然の風合いを感じる外壁ともよくマッチしていますよね。ちょっとこうアンティークな雰囲気が出ていいですよね。それでは中に入ってまいりましょう。まず玄関ですけれども、上がり口がこれ横幅2メーターほどございますので、たくさん、ご友人とかご家族とかが集まった時でも、ストレスなく靴の脱ぎ履きができます。合わせてですね、こちらちょっと見ていただきたいんですけども、玄関にカウンターを設置しておりますので、お子さんの写真だったりとか、お子さんの思い出っていうところを残していけるようになっております。玄関入って左手の扉を開けると、こちら土間収納につながっております。こちらには可動棚を設けておりますので、靴だったり傘を収納していただくことが可能です。またお客様のご趣味が釣りということで、釣り道具もこちらに収納するようになっております。土間収納の中にさらに扉があるんですが、こちらはどちらにつながっているんでしょうか。こちらの扉はですね、パントリー、キッチンにつながっております。ですので、買い物した重たい荷物なんかをすぐ置いていただくことが可能です。それでは LDK をご案内いたします。こちら小上がりの畳コーナーと合わせますと約22畳になる大きな LDK になっております。とっても開放的ですね。そうですね、広さはもちろんですけど、3メートルを超える大きなサッシや勾配天井、ペニンシュラのオープンキッチンがより開放感を引き出してくれます。内装は白とモカブラウン、グレーで統一したシンプルで落ち着いた空間となっております。こちらのリビングの奥の小屋並みいいですね。こちらはトキワの TWP1164 という品番のクロスになります。凹凸感が本物の石のような本番のタイル柄で、お施主様お気に入りのクロスになります。リビングは友達やご家族とゲームをしたり、お庭でバーベキューをしたり、大人数でワイワイできる場所にしたいというご希望がございましたので、小上がりをリビング横に配置して、こちらにも腰掛けてみんなでテレビを囲んだり、大開口のサッシでお庭とリビングがつながるよう工夫をしました。こちらがダイニングキッチンになりますが、今回はキッチンの前に壁がございません。こちらはフィニッシュ型のオープンキッチンになります。カウンターがフラットになっておりますので、対面で食事だったり、あるいはダイニングと家族が談笑したり、料理も一緒に楽しんでいただけます。今回キッチンはピクシルのアレスタ、お色はグレージュスタッコという岩波のルームツアーでもたくさん出てきている人気のカラーになります。このポリカル調のグレーがとても綺麗ですよね。今回キッチンの通路の幅は90センチ少々です。お二人が並んで通るにはギリギリくらいの幅になるんですが、準備をする際には作業をして後ろのものをすぐ使えてという風に、これぐらいの距離感の方がむしろ作業の効率としては上がるので、このあたりはまた間取りを決める際の打ち合わせでしっかり確認をしていきます。キッチンの機能についてですけれども、食洗機は深型のタイプを採用しております。また今回は対面に壁がないキッチンになりますので、キッチン自体にコンセントをつけております。さて、再び玄関ホールに戻ってきました。先ほどお買い物の時に便利な動線をご紹介させていただいたんですけれども、もう一つ便利な動線がございます。こちら玄関ホールの奥にですね、洗面室とそれからファミリークロックを設けております。使うものを手洗いとか汚れた衣服の着替えを LDK に入ることなく行えるガイドの保存線となっております。勝手口から直接洗面室に入ることもできるのは、玄関を汚したくない人におすすめですね。また洗濯物なんかもこちらで洗った後にこちらから出て干すことが可能です。乾いたものをすぐに
ファミリークローゼット収納していただくことも可能ですので、風通しが短くなってとても便利に使っていただけると思います。こちらはですね、リクシルのティアラ、これ幅が900mm、まあ、90センチあるんですけども、一般的には75センチのものが多いんですが、これだけ広いとですね、例えばお子様が大きくなった時に部活なんかで汚れたものを洗うのにすごく便利だと思います。続いてお風呂にご案内します。まず入り口なんですけれども、開き戸を採用しております。これらと比べてこう隙間だったりとか、まあ、溝が少ないのでお手入れがしやすくなっております。お風呂はリクシルアライズの1618サイズを採用しております。洗面室を出ていただきますと、左手の方にこちら1階のトイレがございます。お客様も使われる場所になりますので、サンプレスのトイレにしてホコレルスリムという手洗いキャビネットをつけたり、またクロスにもこだわりました。正面のクロスはよく見るとミッキーちゃんがいるんですよね。ついた大人っぽい感じですけど、遊び心が光っていいですね。それでは2階の方へご案内します。今回はリビング階段を採用しております。2階の一番奥が寝室となっております。今回寝室は寝るだけなので狭くていいということで、とてもコンパクトになっております。広さはどうですか？どうです？収納も1階にファミリークローゼットがございますので、こちらはクローゼットが1つ、それと置き場スペースにはカウンターを設置いたしました。また主寝室のアクセントクロスとして良い面にグレーのクロスを持ってきております。こうすることで部屋のトーンがグッと落ち着いて見えますね。お子様のお部屋は2部屋ございます。どちらも約4畳とかなりコンパクトなんですけれども、このようにクローゼットの扉をなくすことで少しでも広く感じられるように配慮しております。最後に2階のトイレをご紹介いたします。1階と違って家族だけが使う場所になりますので、テレビは標準のものでクロスを工夫して明るく可愛らしい雰囲気に仕上げました。以上でルームツアーは終了となります。いかがだったでしょうか？今後も今だけではたくさんのルームツアー動画を借りています。少しでもいいなと思われた方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回のルームツアーでお会いいたしましょう。バイバーイ。